島根県津和野町です。この津和野町は山陰の小京都とも言われて、古い町並みが残っています。またその古い武家屋敷などのそばには、掘り割りがあって、錦鯉が泳いでいて、津和野を代表する風景になっています。津和野町の森鴎外の旧居です。森鴎外はここで育ったというんですね。幼名は森林太郎といったそうですけれども、明治大正期の小説家であったり評論家、そして翻訳家、陸軍軍医でもあったんですね。で、林太郎が10歳の時に勉学のために父親と一緒に東京に出て学校に行ったということです。軍医でもあった鴎外、小説家としては、安倍一族あるいは高瀬舟、三笑太夫など、たくさんの作品を発表しています。